皆さんこんにちは。今日はアンパンマンを紹介します。じゃん。みんなこれは知ってるよね、アンパンマン、ね、お花が真っ赤でね。今日はね、珍しいアンパンマンを一人紹介するよ。これは普通のいつものアンパンマンね。ちょっとごめんねって言ってるんだけど、これじゃないんだな。じゃじゃーん。みんなびっくりした。これアンパンマンなのかな。なんかすごい顔してるよね。ちょっとこの辺汚れてるんだけどね。アンパンマンにしてはほら、なんか似てるけどちょっと違うような。なんかまずは耳がついてるよね、アンパンマンなのにね。あとはなんかちょっとよく似てるんだよね。でもほら、お腹の辺の模様とかベルトとかも全部一緒なんだよね。これは何なんだろうね。アンパンマンなのかな。後ろも一緒だね。マントがないね。マントが飛べないのかな、このアンパンマンは。ちょっと不思議なアンパンマン。ちゃんと手もほら、よいしょ、こうやって動くし、顔もこうやって動くんだよね。首がこう向くこともできるね。そして足もこうやって動かすことができるので、こう座らすこともできるのかな。じゃあよいしょ。お、座らすことはちょっと微妙にギリギリできないね。なんか倒れちゃうね、どうしても。こんな不思議なアンパンマンをちょっと見つけちゃいました。これはでも本当にアンパンマンって言ってよかったのかな。ちょっと不思議な、どっかに書いてあればねいいんだけど、ちょっとよくわからないんだよね。みんな知ってたら教えてね。これはアンパンマンですかってじゃあみんなまたね。耳のあるアンパンマン、ちょっと不思議だよね。じゃあまたね。みんな動画は楽しかったかな。じゃあ次の新しい動画が見れるようにチャンネル登録しておいてね。またおすすめの動画は上の3つの動画になります。ハテナになっているので、どの動画がいいか探してみてね。